イグリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に属す、町村でイグリング行政共同体を構成する自治体の一つである。この町は、公式には8つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。イグリングは、ドンナスベルク男爵領に属した。 この村はバイエルン選定綱領の一部であり、オーバーイングリングを首優とするホーフマルクを形成していた。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。第二次世界大戦中、上官は新英隊により接収され、戦後はランツベルク刑務所の文書として利用された。1945年まではここには、 ラッハウ強制収容所の分施設であるランツベルク、カウフェリング外部収容所、第2収容所があり、その後は難民が収容された。この町には、以前、鉄道ミュンヘンメミンゲン線の駅があったが、現在は廃止されている。町長はギュンター・フェルストである。町議会は14人の議員で構成される。図柄、基キブに、金のミブの山。その上は黒字で、町部は、 銀の雲状付けで、そこから金の炎が噴き出している。イグリング状、ありがとうございます。